下がもう割れてるので、そして下にくっついてるので、やっと取れた。運びます。西洋人参木はもうすぐしたらもう落葉してしまうので、今年はもうね、ちょっと新芽出るか落葉する方が早いかぐらいやと思うんですけど、また来年夏ぐらいからお花が咲いてくれます。これはまたまた最近お気に入りのゴールデンプリペットのレモン&ライム、めちゃくちゃ綺麗なオーレアです。これを赤葉の赤花の時を満作の前に入れます。後々ここ芝生に入っていくところにこうちょっと R つけてアーチを立てたいと思ってます。アーチをくぐったら芝生の広場が広がってるっていう風にしたいので、その手前のこの樹木の間もちょっと隠れ小道みたいな感じで、ほんと人一人通れるか通れないかぐらいのこう、こうやってくぐっていくようなちょっとした本当通路を作りたいと思ってるので、これがその入り口になります。時は満作のブラックビューティー、これはこうむちゃくちゃ大きくならずにコンパクトになるシュラブタイプです。葉っぱは従来の多分時山万作に比べてかなり黒くて綺麗です。花はショッキングピンクです。春に咲いて秋にもちょっと返り咲きます。ちょっとこっち側に移植してきた時山万作があるので、こうついに植えようと思います。もう一つこっち側にも、ついになってます。そして家から持ってきた寄せ植えの鉢、去年寄せ植えしたこれがユーカリ、ユーカリをシルバーリーフの流れでちょっと後ろ側に植えようと思います。こんな感じでちょっと人を一人通れるか通れないかぐらい開けます。この山菜取り用のナイフで、だいたいこうやってほぐして、これは移植してきたさくらんぼの木。さくらんぼの方はこの中心の根っこ切っちゃったからやばいかもしれんけど、運んでみます。さくらんぼの木の下です。刺し目で増やした姫鶴日日草が結構広がりました。そしてその後ろに一個白のヒラトツツジ、ヒラトツツジを植えてます。右側には白の襲名菊と、で奥に行くと花水木とかクリスマスローズが割ってます。このさくらんぼのすぐ下が日陰気味なので、ここにこれちょっと私は初めて見たんですけど、常緑ロードデンドロン黒潮薄いブルー花持ち長いって書いてます。これを気になったので3株買ってきました。これをこのツツジの隣に3株植えたいと思います。
とブルーのお花どんなんが咲くのかすごい楽しみです。ツツジ系はどっちかっていうと弱酸性の方がいいので、こう少し鹿沼とかをね足してあげた方がいいんですけど、まあちょっと今鹿沼はないのでこのまま行きます。これね、常緑の山帽子です。夏の終わり、もう秋ちょっと涼しくなったかなぐらいで急に枯れました。その時はね、紅葉しててまだ早いな紅葉って思ってたんですけど、そっから急に枯れました。このね、季節の変わり目は結構枯れるので、まあ、ストレス、夏の間のストレスが原因やったんかなって思います。なのでちょっとこれね、これはめちゃめちゃ強いレグンドカエデのオーレアに植え替えます。無理や。わあ、もう全然根っこ張ってないわ、多分根っこ出てない。300円で買って、ほら夏植え替えといたやつ、めっちゃ立派になりました。今からもう落葉するんですけど、結構ね、すぐ大きくなってくれると思います。そしてこれがご近所の奥様にいただいたアーティチョークの苗です。種をまいて発芽して本葉が出たので、もう植えていいんじゃないっていう風に言ってくださったので、これを植えようと思います。アーティチョークは翌年の春には、春夏ぐらいには花がちゃんと咲いてくれます。で、2年残る時もあれば残んない時もあるそうです。結構1年で大きくなります。もう一つアーティチョークはオフランスでは八百屋さんとかに売ってて、ちょっと私も一回食べてみたんですけど、調理方法間違ったかなっていうぐらい美味しくなかったです。来年の花が楽しみです。帽子も、もう見て、めっちゃ枯れちゃいました。もう枯れちゃったので、これは抜いてしまいます。これも夏にセールで安くなってたシャラの木です。落葉高木になります。なので大きくなると思うんですけど、ちょっとここに植えて、まあ、来年はちょっと日陰になってくれるように代わりにシャラの木を植えます。ポスタのハルシオンが今頃お花咲いてます。隣に植えた白鳥毛、斑入りの葉っぱで暑さにも寒さにも強くて、ちょっと和風っぽい印象もあるんですけど、おすすめの常緑低木です。で、その後ろにシャラの木を植えました。ダリアがめっちゃセールになってたので買ってきました。こっちがハーレークイーン、こっちがマティッセ、オレンジ系かな。手前にはコンパクトなタイプ、そして奥にハーレクイーン、ちょっと背が高くなると思います。そしてこっちがルドベキアのアーバンサファリ、それの隣にこれがルドベキアのヒルタサハラです。隣に植えます。この辺ダールベルフデージーの種が結構こぼれてます。こっち側にはこれはフレスコ、これも安くなってました。
ヒューケラとか葉っぱの色がすっごい綺麗な植物を集めてきました。今回は赤と黒系を買ってきました。なんでかっていうと、これがバラの株元に植えたヒューケラ、ブラックベリータルト。やっぱり1年間通して暑さにも寒さにも強い。これは結構大きくなってます。それからこれがメープルファッジ、ちょっと茶色系です。これもタピアに負けずにここで1年間育ってくれてます。これも黒系、これも綺麗です。1年中夏も暑さ大丈夫でした。ちょっと葉っぱはフリフリってしてるタイプです。なので暑さにも寒さにも強い色を選んできました。これがビターショコラ、真っ黒です。そしてこれがフォーエバーパープル、ほんと紫です。めちゃくちゃ綺麗な紫。そしてこれがミラノ、ちょっとグレーがかった色です。これがミッドナイトラッフルズ、これも黒、ちょっと赤が入ったような黒です。これはフォーエバーレッド、めっちゃ赤です。ほんと綺麗な赤です。これがリオ、これは茶色がかった赤って感じです。めちゃくちゃ綺麗。最初買うときはちょっと株がねお高いんですけど、もう長く楽しめるのでおすすめです。いい感じでアクセントになってくれます。色を楽しめるようにこんな感じで足元に植えていきます。ここにフォーエバーレッド、ヒューケラはなんか日陰のイメージとかあるかもしれないですけど、やっぱりそこそこは火に当ててあげる方が葉っぱの色も綺麗になります。ここにリオ、ちょっと薄いリオ、ここはちょっと紫のフォーエバーパープル。最初はちょっと葉っぱ焼けるかもしれません。今ぐらいの光でもちょっと薄手のやつは葉っぱ焼けちゃうかもしれないんですけど、だんだん慣れていったら大丈夫になると思います。常緑トキワマンサクとフリペットの間にこれがミラノ、ちょっとグレーの品種です。そしてここ入っていって、サルスベリのディアパープルの下にヒューケラのビターショコラ、ビターショコラ黒です。ヒューケラは暑さ寒さに強いだけじゃなくて、結構葉っぱの面積が広くて葉っぱも薄いんですけど、乾燥にもそこそこ耐えてくれます。そしてもう少し進んだ西洋人参木を移植した隣にミッドナイトラッフルズ、結構賑やかになってきました。今ヒューケラを植えてた反対側にロシアンオリーブです。ロシアンオリーブってオリーブってついてますけど、オリーブとは関係なくてグミの仲間です。グミ、葉っぱがまあシルバーで、まあ、若干オリーブに似てるからロシアンオリーブって言われてます。成長がむちゃくちゃ早くてお庭に植える場合はちょっと大きくなる、めっちゃ大きくなるっていうのを想定して植えた方がいいと思います。落葉高木に入ると思うんですけど、春にお花が咲いて秋に赤い実がなるんですけど、シルバーの葉っぱがすごい綺麗なので葉っぱも楽しめます。その前には
これは反対側と一緒で、こっちは時山満作の黒美人っていう方です。この品種もコンパクトな品種です。ロシアンオリーブが大きくなるんで、ちょっと間開けて植えます。木蓮の下、ガウラと芝桜が咲いてる。その下、ヘレニウムのロトゴールド。高さがだいたい70センチから1メーターぐらいになる。6月から10月、夏に咲いてくれるお花です。お花植えんのちょっとここ岩垂れ草がめちゃくちゃ浸出してきてたから、ちょっと土壌改良してお花を植えていきたいと思います。ダリアの間に1年草の金魚草3株買ってきて、この2種類が1メーターぐらいになる構成種です。1年草なので多分来年の夏は越えれないと思うんですけど、春から夏ぐらいまで長く咲いてくれます。ちょっとダリアの間に植えときます。黄色の60センチ、ちょっと低いタイプ。そしてやんちゃ坊主の服、ほらタピアンはやめて、服服何探してんの、これ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 、いていていて、はいはいはい、行くよあちゃんちゃんふーいまたあっち行った道沿いのタルスベリのブラックパール、これはルージュです。夏のセールで買ったタルスベリのこれもブラックパールルージュ、あとこっちはブラックパールのレッド、道沿いに並べて3本植えたいと思います。これが、ブラックパールのレッド。でもレッドと ルージュあんまり色変わんなかった気がします。めちゃめちゃよく似てる色でした。今日は10月の23日。気温がだいぶ下がってるせいもあってか、さらに黄色くなってますまだら模様になってるのは多分ね、あの前回余った分の微生物資材をもう一回二度巻きしたところが緑が濃くなってるので、やっぱり肥料分が足りないのかなっていう感じです。今回準備したのがブレンドカルスを作る材料で、カルス NCR リサール鉱産株式会社さんの微生物資材です。お野菜作ってる方とかはよく使われてるかもしれないんですけど、土壌改良剤です。あとその微生物の餌になる米ぬか、分解するときに必要になる窒素、資材硫黄、これを混ぜて散布するんですけど、散布しやすくするための芽土、これを混ぜてブレンドカルスっていうのを作りたいと思います。だいたい1平米 70g で、100平米なんで7キロぐらい、半分ずつ作っていきます。米ぬかがだいたい1平米につき 80g なので、これ全然足りないけどこれでだいたい1キロぐらいやから、まずは半分作るから4キロやね。めっちゃ飛んでいくから混ぜて、ちょっと船がちっちゃかったね。窒素が1平米だいたい 25g ぐらいって書いてたから、これのだいたい4分の1ぐらい入れよう。芽土が、芽土は巻きやすくするために芽土を混ぜるので、1平米に2キロぐらいとかなので、全然足りひんけど、だいたいで、これをよく混ぜて、ちょっと芽土が入りきらないので
後で足していこうと思います。だいたい手で巻いていきます。今日はね、風がめちゃくちゃあるから、風のない日にやりましょう。なんか私がやるときいつも風あるもんな。だいぶ米ぬかが飛んでいってるわ。青くなれよ、花咲かじいさんみたい。青くなれよ、青くなるんじゃ。たっぷり水やっときます。この白い粒粒がさ、土の中に落ちないと意味がないから。第1回目のブレンドカルス巻き終わりました。今回のこのブレンドカルスは肥料分ではないので土壌改良なので、次は3月ぐらい、来年の3月ぐらいに肥料、芝生の肥料と芽土入れていきたいと思います。ドドナヤの前に、これは刺し目で増やしたリシマキアのリッシで、その横はこれはめちゃめちゃいい香りのグランドカバーにもできる、これはサツレジャ。サツレジャはめちゃくちゃ広がりました。その間にこれガザニア、 PW さんのガザニアのシルバーフォックスやったかな、シルバーリーフのガザニアです。夏前まではすごく綺麗だったんですけど、やっぱり夏の高温でだいぶ溶けました。またもうちょっと出てきてくれると思うんですけど、その前ここにセールで買って育ててた、これはカナリアスマイルです。セールで買って植え替えて育ててたので、ここに植えたいと思います。ガザニアはやっぱすごい根っこです。シルバーリーフよりこっちのカナリアスマイルのグリーンの葉っぱの方が多分暑さに強いと思います。ガザニアも油断するとアブラムシがついていることがあるので、植え込む前にここもオルトランしました。上からもスプレーしてます。3月11日に刺し目始めたので、もう1ヶ月半以上経ってます。ここまで来たらもう直接庭に植えれると思うので、これをもうそのまま植えたいと思います。刺し目で増やしたスーパーリッサム、スノープリンセスは今めちゃくちゃ綺麗に復活してくれてます。で、隣はリシマキアのミッドナイトさん。黒で、その後ろ2つ枯れました。やっぱりシルバーリーフ系は暑さに弱いですね。夏に枯れました。ジキタリスのシルバーフォックス、あとこれはめちゃくちゃショック、まあ、暑さに弱いのは分かってたんですけど、結構長く花持っててくれたので、ミショーキシアのカンパニュロイです。この辺だと暑さが本当微妙なので、もうちょっと日陰だったら超えてたかもしれないです。このミショーキシアのカンパニュロイですは、ちょっともう一回チャレンジしたいと思います。一回枯れてしまった場所にこう植えるときはできるだけ耕して、暑さだけで枯れてるのか、それともなんか病気とかで枯れてるのかっていうのは分かんないので、まあ、でもできるだけこう土を天地返ししてですね、土の再生剤とか混ぜてもいいし、あとここにもう一度腐葉土とか堆肥とかすき込んでもいいと思います。
よく耕して植えます。ここに植えるのはラナンキュラスのラックスです。これはラナンキュラスのラックスのリタイ、バーミキュライトの中に保存してました。3個カサカサに乾燥してて、ちょっと私は消毒はしてないんですけど、保存する前にオーソサイドとかで殺菌した方がいいと思います。私はしてないです。してないんですけど、多分元気そうなのでこのまま植えていきます。こっちがリタイで、こっちがニノス。ニノスはこんな感じで新聞紙でくるんでネットに入れて保存してました。夏の間一回もチェックできてなくて、無事かどうか見てみたいと思います。ちょっとどうなんやろ。ちょっとこの一つ黒いのが腐っているかもしれない。あとこっちの二つは大丈夫そうなので、このまま植えていきます。だいたい1センチぐらい埋めて、こっちが上、少し離して、これがリタイ、そしてこっち側にニノス。ニノス今まで乾燥してたのに急にたっぷり水かけると腐っちゃうので、ちょっと軽く周りに水かけときます。植えっぱなしで夏を越えたラナンキュラスはちょっとバーベナに押されて見にくいんですけど、これです。だいぶ葉っぱ出てきてます。そしてこっちももう一個がちょっとちっちゃいけど、これです。3株とも葉っぱ出てきてます。木蓮の下の赤いバーベナのダーに赤のダリア、よいしょ、この辺赤いっぱい植えてて、黒い葉っぱで赤い花のダリアね。黄色をたくさん植えてるところに黄色のカラー、カラーは寒さがちょっとこの辺だと本当ギリギリ出てくるか出てこないかぐらいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと冬マルチングしてやってみようと思います。家の庭では何もしなくても外で越冬してくれるので、ここでも一回やってみます。うまくいったらもっとカラーも増やしたいと思います。このカラーは湿地帯のカラーと違うので水はけのいいところで育てます。松尾さんのとこで買ってきたダリアです。ちょっと今植える場所がなかったので鉢植えに一つ植えしてみました。これは球根で植えたダリア、春は咲かなかったけど秋にこんな綺麗なお花咲かしてくれました。株も大きくなりました。春に植えた白のエキナセアは今すごい綺麗に咲いてます。夏に植えたコルヌスのエレガンテシマ、茎が赤くなってきました。タピアンの紫と3号株1株植えただけのコバノランタナです。コバノランタナは茎が長くて手入れも楽でめちゃめちゃ広がってくれます。雑草予防にすごく大活躍です。